マーク・ジェームズ・ノーブルは、イングランド、ロンドン出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。プレミアリーグウエストハム・ユナイテッド FC 所属。フランク・ランパード、マイケル・キャリックに続く、ウエストハム・ユース出身のセンターハーフ。11歳で、アーセナル FC の下部組織に入団する。2年後に、同じロンドンに、本拠地を置く、ウエストハム・ユナイテッド FC に移籍した。 2005年に1月のウォルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦でリーグ戦デビューを果たす。同シーズンでウエストハムはプレミアリーグに復帰し、ノーブルはクラブの最優秀若手選手に選出された。2005から06シーズンはリーグ戦わずか5試合の出場に止まった。2006年冬の遺跡市場でハルシティ AFC に期限付き遺跡。2006から07シーズンは イップスウィッチタウン FC に3ヶ月の期限付き移籍をした。イップスウィッチから帰還後、2007年1月のブライトンホーブアルビオン FC 戦でプロ初ゴールを記録。同シーズンは11試合に出場し、3ゴールを決めた。2007から08シーズンはアラン・カービシュリー監督の下でポジションをつかむ。8月18日のバーミンガムシティ FC 戦では、初めて、 PK キッカーを任された。しかし11月に怪我で離脱した。2009から10シーズンでのジャンフランコゾラ体制では、中盤のダイヤモンドのセンターの位置を務めた。2010から11シーズンは、リーグ戦26試合に出場。しかし同シーズンに、ウエストハムは降格した。2011から12シーズンは2部落ちしたウエストハムで、PK から7ゴールを決めるなど、 好調を維持。同シーズンのウエストハムの最優秀選手に選出され、チームのプレミアリーグ復帰に貢献した。2012年9月、ウエストハムと3年、契約を延長した。2013年2月に負傷し、4月のマンチェスターユナイテッド FC 戦で復帰した。最終的にシーズン4ゴールを挙げた。2017から18シーズンは3月のバーンリー。 FC 戦でウエストハムサポーターが乱入したことに激怒し、サポーターを投げ飛ばし、5月のマンチェスターユナイテッド戦でポール・ポグバに倒されて激光し、顔面を掴かみかかるなど乱闘になったが、その後は返した。ありがとうございます。